この餌を食べてる、この山になってるのが餌なんですけど、その中に通ってる針金をこう動かすと扉が閉まる仕組みになってます。で、収穫間近のお米とか野菜とか果物とか全部畑を荒らして食べて、皆さんここに住んでる人たちは本当に困ってて、で困ってる人たちの手助けになればっていうのが本当にそれだけなんですよ。自分の手でやっぱりその子の命を終わらせてしまうんだなっていう、葛藤ではないですけど、なんかそこで覚悟ができました。しっかりその命を無駄なく使おうとか、この子の命を私がもらうんだから、私が責任を持ってきちっとこの子の、体骨とかお肉とかちゃんと使ったり食べたりして、あげようって思いました。